いどうもだらげです。今日も相場分析やっていきたいと思います。今日はビットコイン、リップル、イーサリアムなどね、この3通貨やっていきたいと思います。今日はですね、プラマイちょっとマイナス気味で、ライトコインとかがね、結構 5% 近く上がってきてたりしますという感じですね。面白いというか、気になる記事ですね、僕としてはありました。ドージコイン投資家、イーロン・マスク氏をインサイダー取引で告発という記事が出ておりました。ドージコインの投資家集団がツイッターの元 CEO であるイーロン・マスク氏を相手取り、クラスアクションの修正を申請した。投資家らはマスク氏がドージコインの価格操作をしたと主張している。5月31日にニューヨーク南部地区の連邦裁判所に提出された書類では、投資家はマスク氏がツイッター上のフォロワーやメディア出演を利用して仮想通貨市場を操作し、同時の取引で利益を上げたことを主張。訴状によれば、マスク氏はツイッターのロゴをドージコインのロゴに変更するなどの行動によってトークンの価格を急騰させ、他の投資家の損失を負わせる形で同時取引で、利益を得たとされると。投資家たちは2022年6月に、最初の訴状を提出したが、マスク氏のツイッター買収前であり、同氏が同時をソーシャルメディアプラットフォームで、宣伝することに興味を持ち始めた後だったということですね。投資家たちは少なくとも2回訴訟を修正。マスク氏が同時のインサイダー取引の責任があると主張し、またトークンが、米国証券取引委員会の基準に基づいて証券であると主張するため、裁判所から訴状の修正を許可するよう求めているということですね。訴状内容には、世界一裕福な男であるイーロン・マスク氏による犯罪行為とインサイダー取引を含む市場操作という意図的な行為に起因する証券詐欺の、集団訴訟であるということですね。これね、結構ね、立証するの難しいと思いますけどね。これで実際問題ね、利益を得ていたという証拠が出てくればあれなんですけど、普通にね、ロゴを変えただけとかね、メディアとかでね、僕はこう思うっていうことを発言しただけでインサイダー取引になるのかっていうと、日本ではなかなか考えにくいですけど、仮にね、そこで実際に取引を仮想通貨を行っていて、めちゃめちゃ莫大なね、利益を得ているとなると、そのタイミングですね、買ったタイミングと、その発言した、ツイッターとかでもそうですけど、そのタイミングが結構一致するようなほどになると、イーロン・マスク氏もちょっとやばくなる可能性はあると思いますが、取引をしていないのに、ただただそういうことをしていたと。そうなってくると、ちょっとね、立証するのは難しいかなという感じだと思います。はい。そしてですね、今月は6月13日 CPI。で、6月15日が FOMC ですね。時間は CPI の方は、13日の9時半、夜の9時半。そして15日が、15日の夜中の3時となっております。ここはしっかり押さえておいてください。はい。で、今日はね、ちょっとね、ビットコイン、軽めにね、軽めにっていうか、もう今の市場の見方っていうのがもう決まってしまってますので、はい。もう頭打ちがですね、412万円ほどのね、ここで頭を押さえつけられていて、一回頭を押さえつけてからの1回、2回とね、挑戦したんですが、どちらもですね、上値を押さえつけられて、下降ライン気味にあるということです。そして、底値の方はですね、逆にね、上げてきている。ここもね、上昇トレンドですし、短期的に見るとこのラインもね、上昇トレンドになっていて、こういう三角の持ち合いみたいな形になってきているということですね。はい。ですので、この先端部分っていうのが、6月29日なので、ちょうどあと1ヶ月ぐらいね、期間があります。CPI とか FOMC の発表も含めてですね、この三角持ち合いを上抜けするのか、下抜けするのかっていうところを、
重点的に見ておくと、一旦もうちょっと下げてくるのか、それとも一旦上げるのかっていうところが見えてくるかなというふうに思いますので、これでねしっかり見ておいた方がいいと思います。下げてくるとなるとですね、この351万のこのラインですね、ここで下げ止まるのかっていうのと、 RSI が一旦ね下限にタッチするのかっていうところを、まあこれ今冷やしなんですけども、そういったところを含めてねしっかり見ておいた方がいいかなと思います。はい、まあ一時はボラティリティがねもしかしたら小さくなってくる可能性はあるのかなというふうに思ってますし、まあ今下限タッチしてから少しだけね上がってはきてるんですが、まあちょっと上げ方も弱いので、まあ下抜ける可能性も十分あるのかなというふうな目線ではね一応見てはおります。はい、続きましてリップルですね。はい、リップルもですね一応底値はね上げながらなだらかに上昇トレンドを描いている。ただ上値が重くてですね、この 79.6 円のところが、横軸で結構ね意識されているような状態になっています。はい、でまあここのね上げ方っていうのは、もうちょっとでその訴訟が早めに終わるかもしれないみたいな記事が出ておりましたので、それで一旦上げました。ただ直近で見るとこうやってね2日間にわたって今落ちてきているので、まあどれくらいでね下げ止まるか、まあ、一時期は、まあ、69.7 円ぐらいまで落ちてきました。ただ、まあ、直近の最高値であるこの 76.4 円っていうところがね上値を重くすると思いますし、まあ、その上には大きなねレジスタンスである 79.4 円のねこのレジスタンスラインっていうところがあるので、まあ、結構上値も重いよねという形になっていると思います。はい、で、まあ、全体的な動きとしてももう1段階もう2段階ぐらい下げてくる可能性もねあるような動きもしておりますし、まあ6月はね基本的に一旦上げるかなとは思うんですよね。先月の、最高値は5月のね最高値を超えてくるとは思うんですけども、一旦ねこの 前振りの上昇としてはちょっと一旦下げていると、いう形で思いますので、まあ、その辺をねまあ、チャンスとしてね、下げてくるのを待つっていうのもありかなと思います。はい、はい、じゃあ続きましてイーサリアムですね。はい、イーサリアムも今はこのなだらかな上昇トレンドとちょっと急角度なこの上昇トレンド、この2つの軸で見るっていうのと、上値の重さとしてはですね27万2000円のこのラインですね、2022年の8月につけた最高値、ここをね1回は上抜けたんですね。ここ1回は上抜けたんですがサポートできずに一旦落ちてきたという形になっております。落ちてからのこれダブルボトムを描いて1回挑戦したんですけども、やはりこの27万1000円のこのラインというところが結構きつくて一旦はまた下を見ているという形ですね。はい、まあ、あと何回か挑戦するとは思いますし、まあ、下にはねこの上昇トレンドがね控えておりますので、まあ、落ちてきてもこの辺で反発する可能性高いなというふうに思っております。ボラティリティ小さくなってきますので、まあ、どっちかに跳ねた時はですねまあまあな、跳ね方をすると思いますので、まあ、一応この三角持ち合いのこのアセトラっぽいねこの形っていうところをしっかり見といて判断した方がいいかなと思います。下限に来たらね、反発のタイミング見て結構買い時にはなってくるかなというふうに思っております。はい、ただ一旦ダブルボトムこれ失敗したので、なかなか次のねアタックっていうのが弱めになっちゃうよねというところを見るともうちょっと下げてくる可能性あるかなというふうには思っております。はい、ということでですね、3通貨やってみました。まあそんなね、まあ、大きな動きではないんですが、まあ、しっかりしたこういうね三角持ち合いとかを大きく上抜けたとかね下げてきたよみたいな、そういったことがあった時の値動きっていうのは非常にね大事になってきますので、それをしっかり判断するには毎日の相場分析っていうのが必要になると思いますので、しっかりね、まあ、僕の動画でもいいですし、僕は今毎日ちょっと出せないので、まあ、ちょっとあれなんですけども、まあ、いろんな人の YouTuber のね情報源とかも見ていただけるといいかなというふうに思います。はい、ということでですね今日の動画が良かったと思う人はチャンネル登録、いいねボタン、通知ボタンよろしくお願いします。そして最後に、ルーレットやって終わりたいと思います。まあね、イーロン法がね一つ追加されましたので、はい、この訴えられてる訴訟を犯されている中イーロンマスクがねイーロン法をするのかどうかと
明日ちょっと下げてくるみたいですね。はい、まだイーロン法は一回もなったことないんですけども、はい、まあ今日のね相場分析でも言った通り、もう一段階もう二段階下げてくる可能性あるというのが僕のね、まあ直近の相場分析ですので、まあそこと同じような形かなというふうになっております。はい、ということでですね、今日はこの辺で終わりたいと思います。卒爆上げでも利確できず暴落しても損切らない、気づいた時にはもう乗り遅れてる、無駄に取引し手数料だけマイナスなやつ、メンタル弱すぎてリスク取れないやつ。